結構空きがあるんですね、この間に。他にこう止めてくるような、ポイントがないので、なので102.855をちゃんと抜いてきてから戻しを待って売りエントリーってやるのが、まあ安全かなと思います。あの早く仕掛けたいという人は、まあ、この切り上げラインを、まあ今ね、こう下抜いてきそうな感じですけど、下抜いてきて、まあ、ちょっとしたリテストを待ってからの売りエントリーでもいいと思いますけど、やっぱりこの102.855、もしくは、まあ、この一つ前にこういうとこもありますんで、103.052、まあ、103円みたいなもんですね。103円っていうの切り番とかありますんで、そういうところで結局跳ね返されて上がってくると。いうこともあるんで、やっぱりおすすめはもう102.855もちゃんと下抜けてから、そしたらまあこうね、こういうまあトレンドがまあ引けると思いますんで、トレンドラインがね、そこをタッチしたようなところとかで、まあ戻り売りとかね、そういうの仕掛けれると思います。逆にまあ買い目線で考える場合は、まあここからこういうチャンネルでね、引いてる上のラインもありますんで、何にしてもまあそこら辺が限界かなと思います。続いてユーロドルなんですが、ユーロドルが1時間足です。ユーロドルはですね、まあドル円がまあ基本的に先ほど売り目線と言ったんですけど、まあその逆で、まあ基本的にはユーロドルはまあ、買い目線でいいのかなとは思うんですけど、まあ、これも全く一緒で、すぐに、まあ、今この直近で見たら買えばいいっていうわけでもなく、やっぱりちゃんと押しを待ってね、押しを待ってから買いエントリーってやった方がいいと思うんですけど、まあ、押しの、まあ、第一候補としては、今、日足でこことここを結んだ切り下げラインですね、を引いているんですが、それが1時間足ではこれですね、これになります。なんでここにタッチして、そこから買いエントリーっていうのが、まあ、第一候補というか、推しの第一候補かなと思います。推しの第二候補としては、まあ、こういうとことか、ここら辺とか、この辺とかこの辺とかでね、全体的に止められている1.11614って言うと思うんでね、あ、言ってますね。あ、余裕で言ってますね。61.8すらも下にあるんで、1.11500がね、これでフィボナッチを今引いたんですけど、ここからここにやってて、半値はここですね、50.0。だからこういう半値が意識されて上がる可能性もあります。まあ1.11500っていうのは61.8よりも下にあるんで、まあ、ここまで下がってきたら逆にもう売りの力がどんどん強まっているっていうことなんで、まあもう逆に売りを考えた方がいい、売り目線で考えた方がいいのかなと思います。ただ現状は移動平均線よりも上にローソク足ありますし、20EMA が 20SMA を上抜けてるんでね。まあ、買い目線でいいのかなという感じですよね。はい。で、ユーロ円ですね。次ね。ユーロ円はドル円やユーロドルと比べて、ちょっとやっぱり、よくわからないというか、そういう状態ではあるんですが、